どうも、ビッグバンチャンネルです。では、始まりました。4月9日、ビッグバン45、はい、後楽園ホール大会、はい。こちらの注目カード、はい、がこれから解説していただけるということです。すごい。ウェルター級王座決定戦。野村大輝選手対大輝選手。ハリケーンジムの大輝選手。小川武尊選手が持ってやるんですね、うん。前回減量失敗もあって、まあ、階級を上げるということで、うん、小川武尊選手、ベルト返上になりました。それでのね、はい、ね。で、大輝選手。うん、5戦5勝、4KO、無敗です。お若い方なんですかね、まだ5戦5勝。野村さんも7戦ですけど。大輝選手、僕、ファイトスタイル見たら、うん、右も左も両方できるんですよね。スイッチで。野村選手、やっぱり、左フックとか、左のハイキックとか、うん、左の攻撃がうまいですよね、うん、野村選手は。でぶっちゃけ山際とやった時も、本当にどっちが勝ったか、全く分かんない試合でしたし、うん、2回ともね。はい。うん、僕もそう思います。野村さん7戦して、2敗してますけど、はい、どっちも確かって、山際さんですよね。はい、ああ、そうです。で、お互いやっぱ引かないファイトスタイルなんで、どういう感じになるのかなって。他のカードもじゃあ、ご説明します。はい。メインイベント第1試合、山際選手対森本一夫選手。森本選手、久々の参戦ですね。第2代とかの、そうですね。チャンピオンですよね。はい。結構いい年してたよね。そうです。もう結構いい年。40歳ぐらい。あ、俺と同じ年ぐらいですね。超えてるもんね。すごい復帰して、うんうんうん、はい。もうサウスポーで結構もうガンガン行く選手。ガンガン行くし、はい、なんかちょっと結構低い感じの重心。あ、そうです。はい、うんうん。体もそんな大きくないんですよね。うんうんうん、だからパンク系というか、うんうんうん。確かに森本選手の動きがなんか独特だった気がするんだよね。だとしたら、山際もちょっとやりにくいのかなって思う。多分、観客的な視点で言うと、その、山際さんってテクニシャン派だから、同じくテクニシャンの人と戦うよりかは、うん、その、突っ込んでくれる、うん、戦い方の人の方が多分、試合としては面白いんじゃないかなって、まあ、私は、うん、思います。確かに確かに、うん。はい、セミファイナルはですね、スーパーウェルター級挑戦者決定戦、うん、藤村大輔選手対、本陣バッドボーイ選手。うん、戦績が7勝1敗ですからね。7勝1敗。7勝1敗の割には、うん、そこまで、もう失礼ですけど、うん、知られてない感じがちょっとあるので、うんうん、もっともっとこう知られるべき人なのか、それとも、あ、確かに、確かに。それが分かるって感じ、ね。それは相手がベテランですし、はい、もうはっきりと実力分かる試合になるんじゃないかな。私は。ああ、それ楽しみですね、そういう。ただ、藤村選手は、強敵ですね。うん、それ、はい。本当に藤村選手、木戸さんともほぼ互角の試合をしてますし、うん、本当に、うん、もうトップファイターとも藤村選手ずっとやってきてるんで、藤村選手は有利だと思うんですけど、どんな試合になるか楽しみです、うん、はい。フェザー級挑戦者決定戦、神田選手対田中聡選手、はい、神田選手は過去にもう何回かビッグバンドやね。そうですね。前回は KO がちゃったかな。はい。神田選手は本当に打ち合い上等でめちゃめちゃ強いですよね、うん、対する田中聡選手はシルバーウルフで、木戸さんも昔何回もセコンドついてたことありますね、田中聡選手。勝った方が龍斗選手に挑戦するという形で、龍斗選手も今クラッシュでこの前も勝って、めちゃめちゃ勢いが龍斗選手今あるんで、楽しみですね。他はですね、あと、蘭丸選手、常連選手出場したり。連続出場ですね。そうですね。はい、楽しみです。顔面崩壊からも。そうですね、ちょっとここで再起して、また蘭丸選手頑張ってほしいです。うん、あとは、谷山ジムから、陽太郎がまた出たり。おー、陽太郎、え、出んの？そうです。知らなかったんだけど。本当マジで？最近練習頑張ってるじゃないですか、めちゃめちゃ。そういうことだったんだ。俺、試合のこと全く聞いてなかった。そうですか。わぁ、そうなんだ。そうです。谷山ジムからも若手が何名か出場するんで、うん、そういう形なので、4月9日日曜日は、ぜひ、後楽園ホールにお越しください。コメント全部返信させていただきますんで、ぜひコメントもください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。